皆さんおはようございます。こんにちは。こんばんは。今日はグレートプリテンダーの13話でございます。レッツゴー。始まろうぜ。ちょっと変に言えたね。始まろうぜ。トーマス・メイヤー。トーマス・メイヤー。この店によく来てるって聞いたんだと思う。有名な歌手の名前に近いね。お前か、トーマスを探してるってやつ。おお、トーマス探したらあかんか。あいつのダチか。ただの知り合いっていうか、多分機関車の方だったべ。トーマス？逃げた。やってくれ。うわあ。おい、ちょっと外でやってくれ。怖。怖い。これはなんだ？望ましかった結果なんですか？望ましい結果だったんでしょうか？お前はこのやべえ連中に捕まれたかったのか、それともなんだろうか。ダラルーン、ダラダラルパパパーン、パタン、パパラボーボーン、パラパパパラパポパラパポペポパパパラポポピラパパラパパパラパポパラポパラパラパポパラポポパラパ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 ポパンパパラタタラタタンパパパラパパラパポパパチャパパポラパ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 ポジュイーンケース3の3財布一つで助かっただ財布パクられたんかい。トーマスってのは本当に絵描きだべか。昔はね。じゃあただの絵描きがなして200万ポンドも借金してるだ。怖っ。200万？どんな担保があったのか知らねえが、借りまくって逃げ回ってるんだと。とにかくオラは降りるだ。一人で探してくれ。シンシア、元彼頑張って探せや。目玉目のためでしょ。財布取られてから何も食ってねえだ。ピザでも出前しちゃう。それ賞味期限切れてるわ。あ、そう。じゃあ何のためにあるのか怪しいな。いつかブレイクしたらどうする？あ、この過去の話なんですね。どうすかな。でもまずはこの絵が売れるかどうかだよ。きっと売れるって。私もオーディション頑張んなくっちゃ。うん。頑張ってや。そうなったら Will you marry me? みたいなこと書くの？すごい、天からの贈り物だ。古い絵の具を使えばおそらく本物と見分けがつかない。これ話したよね。お前はこいつに使われたのか？贋作の人として。それでお前が飯たく売るんだな。贋作じゃない、本物を書くんだ。この私が鑑定すれば贋作さえもすなわち本物だ。ってことはお前、なぜならロンドン偽物だと認定できないからだ。つまりは悪魔の証明だな。幻の名画が発見されれば美術界は。お前そのロンドンの雪も同じなんだね。こうしよう。私の望む絵を10枚描いてくれ。たったの10枚だ。それ10枚でどうすんのか。君を新進気鋭の天才画家として売り出すことを約束しよう。考えておいてくれ。うさんくせえやつやな、ほんまに。それをやったらお前殺されるぞ。まあ殺されなかったらちょっとやばいことされると思う。いやー怪しいなあいつほんま。
てかめちゃくちゃ気持ち悪い話されるね。そんなこと全く考えたくもないし。これでちょっと話見えてきたかもしれない。彼を使ってロンドンの雪の本物を作ります。なるほどね。この人からもらったやな。で、ああめっちゃお金もらいましたね。これでよかったのかみたいな。で、そのロンドンの雪の絵を出して、これが本物だってお前はやばいぞみたいな。気持ち悪いやつやな。ピアノ教師を見つけたその眼力はどうやって培われるものなのでしょうか。ひたすら勉強です。そして少しの幸運ですよ。見つかっちゃうのかな普通に。すごい生きてこういうの。なるほどね、ここまでお金出してるから裏切られちゃいそうにないね。その特徴は赤だ。おそらくだけど、あの赤にはターコイズが混ざってると思うんだ。なるほど。それ以外に下地にも何か使ってそうだな。ああ、彼女の絵はもうどんどん消えちゃっていた感じなんですよね。ない方がいいな。でも女のケツを見てる場合か。君がやらねばならんのはそのキャンバスに芸術を描き。やば。100% 使われてんなこれ。怖っ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 。あいつはとんでもないお金手に入れてんじゃん。もらってさ、クライアントを接待するときに使ってるんだって。この前書いた4枚目は彼が気に入らなくてね、やり直しだってさ。ま、それでもお金をくれるんだから。すげえ雰囲気変わったなお前。遠慮しないで食べてよ。久しぶりに会ったんだ。また豆の缶詰なんて嫌だろ。彼女はもうだいぶ嫌な気持ちになってるでしょうね。一番高いの頼もうか。あなたは満足なの？え？コールマンといつまで続けるの？またそれか。契約であと6枚残ってる。契約書も交わしてない。口約束でしょ。あいつが都合よくあなたを捨てたり。今は模写が楽しいんだ。いろいろと吸収できるし。はあ、絶対にこれは嫌なことになっちゃうんだね。ジェームズが言ってた通り、僕には模写が向いてるんだ。そんなことない。やめてくれ。ジェームズは僕を認めてくれたんだ。うわあ。よく利用してるのはお互い様さ。今は嬉しいんだね。ただの金儲けなのよ。もちろんそうだよ。分かってるよ。僕もバカじゃない。豆の缶詰を食べて何年待てばいいんだよ。でもわかるよ、彼だって。これでお金ももらえると。成功なんかしてないわ。利用された後は捨てられるだけよ。だからどうした。だからどうした。どんな絵を描こうと売れなきゃ意味ないだろ。彼の言ってることもっともだと思うし、でも彼女は思ってることもう間違いないと思ってるよ。でもう消えるよね、この時に。さよならって。もう会うことないでしょうって。そして案の定彼は捨てられたってことになるよね。はあ、怖。これがお前か、トーマス・マイヤー。危なっ。メイヤーか。トーマスを探してたんだろ。こっち来い。こいつがどうなってもいいのか。来え。仕事。だ。こ
ここにいる皆さんにとってもいい話なんだべ。つまりあんたらへの借金をまとめて返すってことだべ。それって臓器を売るとかじゃ。そんなんじゃねえって。こういう時は黙ってうなずいときゃええだ。まあ細けえことは後にして。やば、でもお前ほんま根性ええな。あいつね、紳士や。お、服装も、何、ひげも。なるほどね。またシンシアにここで出会おうとは。あら、私の顔忘れた。忘るわけないんだべ。ワインは一番高いのにしといたわ。ああ。美術商なのか。はい、ただし闇専門です。闇？美術品を買い漁ってはマフィアに売りつけている輩です。資産価値にしか興味のないクスト。だな。こいつも一緒やけどね。美術品には連中に所有され寄贈されてるものも少なくない。作品をもてあそんでるかと思うと。こういうやば。潰しても後から湧いてくる。キリがない。めっちゃアーティストだよね。彼女の。さすがです。作品を発掘し、女優タレント。頑張れアビちゃん。うそ、ここに座るのかい。これちょっとキモいね。もっといろいろとお役に立ちたいです。張りのある若者と触れ合うことたまには悪くないな。キモいね。ロンドンの雪を必ず取り戻しましょう先生。やば、じゃあ頑張るねアビ。あ、そうだった、もう計画あったよねこれ。先に変わったのはあなたよ。あの時はずっとコールマンにくっついていくと思ってたけど、借金をこしらえて真面目にコツコツ働いてるの。頑張ってるな。せっかくだけどもうだいぶ筆を取ってない。昔みたいに描けないんだ。どうだろう。このアニメだからできると思うぜ。でもあんなに上手かったでしょ。昔のことだよ。あの頃は舞台女優になると思ってた。まあそんなもんだよ。悪い冗談だ。うまくいかなかったか。逆にリバースだったんですね、若い頃の。いや、目的地まで送ろうか。おっと、これはだが結構散歩です。謝りたいんだ。君の素性を知りたくて彼女を送り込んだ。おお、アビちゃんやないか。部下をお持ちだ。あのロンドンの雪を丁寧に扱ってくれてるんだろうね。今は鑑定に出してて手元にはありません。鑑定？念のため信用できる鑑定士に見てもらったんです。どういう意味かな。あんたうさんくせえと思って。あなたが過去に発掘したいくつかの絵を私は疑ってましてね。素人が無責任なことを言うのはすかんな。まあいいでしょう。ロンドンの雪はどうやら本物のようですし。まさかとは思うが、あれをマフィアに売るつもりではないだろうね。嫌ならあなたが競り落とせばいい。オークションに出すのか。選ばれし者。闇オークション来たよ。素晴らしい。時と場所が決まった。詐欺が来るぞ。送ります。あなたも同じ穴の虫な。参加するのは十分だ。寄生虫な。楽しい。いやこの人ほんまフットワーク頑張るな。シンシアさん、レストランから帰ってきてからずっと塞ぎ込んでるな。あいつは。シンシアはおめえの腕にかかってる。このやつじゃあの絵は描けないやつ。
昔何があったかよくわからない。トドもあいつを助けてやってくれねえか。お、話聞いてくれるようですね、トーマス。ほんま綺麗やね、だな。かわいい。最近はうまそうに酒ばっかり飲んでた。更年期かもな。それはちょっとひでえな、いうこと。もし今でもシンシアのことさ。やめてくれよ。終わったことだ。じゃあついでに。未練なのでしょうか、二人とも。200万なんて借金さ作ったら。あれは贋作作りの下調べに美術館へ。子供が自分の絵を見て、それが本物だと思って模写してる。逃げちゃうんだよね。逃げちゃったんや。トーマス、生きてるか？トーマス。もう逃げちゃったんやな。チッってなったか。それで売られたのか、あいつに。コスタの傍教、悟空のピアノ教師、マルチネスのシエスタ。おお、うまいな。でもやっぱり。もう二度と世に出ない。それでさ。へえ。で撒いた種だからね。だから僕は決めた。二度と絵は描かないって。まして。なるほどね。それですごい気に障ったんだろうな。贋作のために借金して、借金を返すために贋作を作る。ナンセンスだ。シンシアの家からこっそり持ってきただ。見覚えあるか？なんでお前が分かってんだよ。枝豆くん、このトフィの本当の意味。これ結婚してくれって入ってたよね、きっと。今はまだそういう意味だったよね。何言ってんの、これは本物よ。かわいい。二人ともかわいいやつら。ほんま、まったくずっとそれ持ってたよね。シンシアはあんたと別れた時から何も変わってねえ。なんか泣けそう。誰を壊したあのジェームズ・コールマンを倒そうとしてんだよ。本当のあいつに戻れるんでねえかな。やば、来た。枝豆頑張る。まあ仲いい。部屋のレイアウトはシンシア監修だべ。と言ってもカーテンとかベッドはまだ届いてねえけど大丈夫だべか。ああ。セルヒオ・モントーヤ、ロンドンの雪。原作その横にあるから。モントーヤは何度かやってみたことがあるんだけど難しいか。試しはないんだ。本物がこんな間近にあるならね。しかも最終的にあいつが勝ってから、あれこれ贋作やねえかって世界に漏らしてジェームズ・コールマンをなし、泣き者とするのではないか。いやーでも A ってほんますごいよね。俺には才能はないけどなかなか好き。頑張っとる、トーマス。
どんだけ絵描くんかい。これができるまではあのプライベートオークションは開催されないかな。ふぅ、どっちがどっちか分かるね。できる子やな。トーマスは昔の顔を取り戻すためにそれこそ命がけで書いてた。トーマスはやりきった。こいつの頑張りは金のためじゃねえ、おめえのためだ。ちゃんと受け止めてやれ。えだ豆。こいつほんま頑張るな。いろいろなんかまとめ役になってるじゃないですか。 Oh yeah, yes, I'm the great Edamame Pretending that I'm someone else. Ooh, Edamame, he's an amazing guy. He's a con artist, butHe's got Edamame, he's got a heart of gold. Yeah, he's a really cute dude. Woo, he tries so hardTo be a con guy, but you know what he really wants to do is to make the world a better place. Mechakucha, mechakucha, yatteみなさんご視聴ありがとう。これからもぜひご覧いただければなと思ってるんですけども、グレートプテンダー、これからもぜひご覧いただければなと思っております。バイバイ、おおきに。